だけ似てるなーって思っていただいた方いらっしゃいますでしょうか。最近あんまり似てない似てないって言われることも多くて、実は一卵性の双子なんです。はい、一応同じメガネと同じ服装できて <laughs> 似てるなって言われるような形で <laughs>、えー、参りました。はい、本日は私たち双子の人生にまつわるトークをさせていただけたらと思います。早速なんですけれどもこちらの作品をご覧ください。彼は字と字をつなげる という強烈なこだわりのある作家ですよく目を凝らして見てください Let it be。っていう文字が隠されているんです。彼は中学校の頃に字と字をつなげちゃうっていう強烈なこだわりを発症して先生が「将来困るから」っていうので「やめさせようやめさせよう」と苦悩したらしいんですけれども一人の先生との出会いから「これ面白いから続けさせてみようよ」。そこから間にに色を塗るようになって 作家として羽ばたき出したって言われています実は彼は知的障害を伴う自閉症なのです小林悟さんは障害者でしょうかいいえ違います障害者という人物はこの世に一人も存在しないのです彼は自閉症というものが生み出すルーティーン活動がアーティストにしているとも言えます障害が絵筆に変わっている 彼だかららここそ描けるるるる世界ががああし伝えられることがある知的障害っていうものをある種セグメントを強めて発信していくことによって異彩に変わっていきますここで私たち双子の人生を変えた4歳上の兄翔太について紹介させてください彼は重度の知的障害を伴う自閉症です兄がいたことから全てが始まりました兄は 笑います悲しみます怒りますそして涙を流しますあえてカテゴライズをするならば私たち健常者と同じような感情を抱きながら一日一日を普通に過ごしていますそれなのに兄はなぜかよく「かわいそう」と言われることがありました親戚のおじすらも「お前たち双子は兄貴の上まで一生懸命生きろよ」なんてことを口にしました 抱く感情に優劣も差別もないのではないかなんでかわいそうなんだろう私たち双子は強い疑問を覚えましたここで20年前に時を戻したいいと思います10歳の頃に双子の文人が書いた「障害者だって同じ人間なんだ」という作文を持ってきておりますので一部分読み上げたいと思いますはい。はい 僕がいつも嫌だなと思うことがあります。それはデパートやレストランに行った時にお兄ちゃんのことをジロジロ見る人がいます。小さい子がお兄ちゃんのことを変な人だと言います。お兄ちゃんが入っている障害の集まる会でプールに行った時にも僕と同じくらいの男の子がお兄ちゃんのたちのことを指をさして笑っていたので自分のことのように腹が立ちました。 こういう時にいつも思うことがあります。障害者だって同じ人間なのにということです。僕たちと同じように普通に見てもらいたいです。第一小学校4年、松田文人。私たち双子は知的障害、そのイメージを変えたい、兄を普通に見てもらいたい、そう思って生きてきました。作文から15年の月日が流れました。 その後、岩手県の花巻市にあるルンビニ美術館という場所に足を運び、知的障害のある作品に出会う機会がありました。雷が落ちたような衝撃でした。気づくと、双子の文人に電話をしていました。文ミ本当にすごいぞ。知的障害のイメージを本当にアートだったら変えられるかもしれない。そこで、あるアイデアがひらめいたんです。 障害イコール欠落でもない障害者が作ったイコール安いでもない障害がある彼らだからこそ描ける世界があるし伝えられることがあるある種セグメントを強めて発信していくことによって障害のある方に社会が順応していく障害のある方の個性に社会そのものがアジャストしていくそんな未来を作れるのではないかと感じたんですいてもたってもいられなくなり 企画賞をしたためましたそしてルンビニ美術館へと双子でプレゼンテーションをしに来ました福祉施設の職員さんが言ってくれた私たち双子の可能性を信じてみたいその言葉が忘れられませんアート作品がどんな製品になったら美しいだろう例えばシルクだったらどうなんだろう例えばプリントじゃなく織りだったらどうなんだろう シルククで檻のネクタイを作ろう無謀な挑戦が始まりましたネクタイメーカーからは色数が多すぎる知的障害のある方の細かい作品を織りで表現するなんて無理だよ門前払いの連続だったんですけれどもとある銀座にあるネクタイメーカーさんが創業明治38年から続くメーカーがここだったらできるんじゃないかそこを見つけました ここだけは門前払いにされたくはない。そんな一心で企画書をあえてアポなしで持参することにしました。私たちは銀座にある本店ではなく山形県米沢市にある自社工房に実際に足を運んでこんなことをやりたいんだっていうものを伝えました。そこから全てのネクタイが始まったのです。結果私たちの 胸元をご覧ください。このようなネクタイが誕生しています。<laughs> まあ,あま、ありがとうございます。知的障害がある作品を。作品性そのものをシルクや織で。高い芸術活動で表現してくれた。本当に忘れられない最初の一本です。今ではネクタイを飛び越え。さまざまなプロダクトになって、日本中の百貨店で取り扱われています。 お客さんからは北欧のブランドそれともイタリアのブランドそんな言葉が来るたびに私たち双子は誇らしくなるのです。ここで重要なことを伝えたいと思います。才能は披露して初めて才能になるということです。これは私たち双子が人生をかけて本気で挑戦をしたい、やりたいことだ。 できないをできるようにするのではない。彼らのすでにできているものにお金の文脈をつければいいんだ。日本のアートに特化した福祉施設は実は200ほどあります。そこと連携を組んで異彩っていうものを様々な物事を場所に発信していく。そんなことができるって感じたんです。こちらがヘラルボニーのビジネスモデルです。ヘラルボニーがパートナー企業と 作家福祉施設の中間に入ることによって適切なライセンス費を知的障害のある作家に還元することを目指しています。アート作品っていうものをデータ化することによって、それがさまざまな物事を場所に落とし込んでいく、そんな未来を作れています。今現在、三十七の福祉施設、百五十三名の作家、二千点以上のアートデータを軸に、支援で貢献ではなくビジネスとして展開しています。それこそ。 障害って喋った時に重い話のスタートだそうではなくて欠落ではなく違いに変わっていくそんな未来みたいなものを作っていけるんではないかと感じています例えばこのように今現在生活空間を美しく彩ったりホテルのスイートルームを手がけたり生活にまつわる様々なデザインにも進出していますイサイは 生活空間を飛び越え街の至るところに出現しています例えば本日皆さんが乗車してきたかもしれない電車や空の旅に出かける時の空港すらも異彩のキャンバスですそんなネクタイ一本から始まった私たち二人の挑戦は今現在たくさんの仲間と共に走り始めました共鳴する施設企業との出会いが実際に企業さんが 福祉施設に直接足を運ぶ、そんな未来が作られ始めています。ここで私たちの人生が変わった一人の作家を紹介させてください。八重樫清という男性のある作家さんです。彼はお父さんが大工さんだったっていうこともあって、自宅に図面がいっぱい転がっていて、図面に色を塗っている感覚でアートを描いている作家さんです。彼は生前、 作品が高く評価をされることはありませんでした彼は実は昨年この世を去りました六十四歳突然の別れでした彼の作品は本当に素晴らしいその作品そのものがダイレクトに伝わっていくそんなことができるのではないかそう考え私たちはチャレンジしました 彼の作品は実は岩手県の花巻駅をまるでステンドグラスのように美しく彩ったのです地元の新聞には「地元芸術家」と記されていましたその見出しに障害という言葉は一切なかったのです彼は義務教育を受けることもありませんでした 妹さんが小学校でたくさんの文房具を持ってきてそれを軸にさまざまな作品を50年間以上にわたり何千点もの作品が保管されていますヘラルボニーと出会った3年間で八重樫清氏は障害者が先行する世界から芸術家という一人の人間となったのですこちら 八重橋清という作家が一生懸命頑張ってメディアで評価を受けましたみたいな感動物語を伝えたいというわけではありません私自身伝えたいのはダウン症という強烈なこだわりが生まれる脳の特性っていうものがあったらこあったからこそ彼は芸術家になったということです普通じゃないということそれは同時に可能性なのです私たち双子はその力を強く信じています 知的障害のある兄がいたことによって人にバカにされる経験をしました知的障害のある兄がいたことによって人の個性をバカにする人には育ちませんでした知的障害のある兄がいたことによって知的障害のある人の面白いなというそういう部分に気づくことができたと思っていますヘラルボニーの創業者は私たち双子ではありません紛れもなく兄からスタートしているんです そして本日岩手から来ている翔太の隣にいる父と母へ本当にありがとうという思いを伝えたいなと思いますありがとう、はい、兄は障害者よりも松田翔太そのものが呼ばれていくそんな未来を作っていけるそう私たち双子は信じていますここで最後に一冊の自由帳を紹介させてください こちら、ひらがなで、松田翔太というふうに書いてあります。20年以上前に書かれた自由帳なのですが、兄にしかわからない謎の言葉がこのように記されています。エラルゴに、ゴに思いが届けば社会は必ず変えられる。えー、兄へ、高屋へ、 施設の皆さんへ、仲間へ、そして作家さん、本当に多くの方々のおかげで今こうして存在できていると感じています。本当に今日は皆さんとお会いできて嬉しく思っています。思いが届けば社会は必ず変えられる。せーの。せーのイイを放て。伊彩を,を放てー ありがとうございます。